それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴやばいぜ。流れるようにスムーズだ。すごく嬉しそうだぜ。ガリガリに攻めているわけでもないし、ついているのはなぜか。そんなもんじゃないはずだ。ドキドキするぜ。知れば初めて一人乗務した時みたいな高揚感だ。交換の全てを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んでも全然離れない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が先行、差は開いてないそうだ。スタートからポジションが変わらずか。相手のドライバーはドラッグよりも戦略で勝つタイプだ。現存しない車を持ち出してきたことは想定外だが、旧5000系だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだが。なら心配ねえな。藤原は B の回でもたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだ、関西最速ガンキラーと聞いてた。こんなもんなのか。期待して損した。なんかつまんねえ。さっさと無事に終わらせろ。俺何を言ってるんだ。取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろう。だから誰が運転したっていいじゃないか。違う、そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消した。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦君は考え違いをしているよ。命をかけるってこういうことなんだ。うっそだろう。こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、むちゃくちゃだけど早い。あ、おっと、思い出した。この下品でブチ切れてバカっぽいな走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。これに勝とうなんて、100万年会えば。来た来た来た、前に出てるぜ。行くよ、ナブヒカ。高級の底力見せてやれ。武蔵小杉を通過、五千が先行。菅田瀬信彦、このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかも。だぜ、誰くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けどこのポジションなら五千の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんて
ただごとじゃないぞ。本当に大丈夫なの？わかんねえよ、そんなの。藤原次第だ。さっき心配ないって言ったじゃん。総力戦は全長25キロと比較的短いです。先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いないが、後半の戦は藤原なら十分チャンスがある。圭介の言う通り、俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうかだ。信彦が取った。関西最速のダウンキラー、阪急一世を完全に抑えてる。まさか。ことなのか。まもなく4番線を呼ぶ彦が前だった。本当だ。よし、いいぞ、押さえてる。いけー。なんだ信彦じゃない。どういうことなんだ。聞くのを過ぎた。ゴールまであとわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからない。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。ついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にルーズなツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方が良い。しかしですね、レールと車輪が結動し、摩擦が少なく続いて、ある程度の重量感が粘着。ブレーキングではフロントに荷重移動し粘着力を稼ぐ。上り勾配ではフロントに荷重を寄せきれず粘着力を潰す。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車からの弱点。つまり東急五線系は上り勾配の突きに弱いってことか。無助士のアドバイスとそういうことだったの。あるか。何だ。チャンスは剥落。ここしかない。願い事を叶えてあげるか。違うな、そいつは自分で掴み取るものだ。ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。
どうだった信彦、関西エリア最速って言われてるダウンヒラーと互角にやり合った感想は。互角といえば互角になるのかな。無我夢中であまり覚えてないんだ。なんか含みのある言い方だな。そういやいつの間に9000に戻ったんだ。藤原もびっくりしてたぞ。いろいろあってな。ともかくたっぷり見せてもらえたおかげで俺なりに分かったことがある。あの2000に勝つ方法は一つしかない。信彦、こっちだ。遅えぞ。悪い。で、こっちが例の坂本だ。チェース。聞かせてくれよ、信彦。お前が見つけた2000に勝つ作戦ってやつを。今までのデータと自分の目で見た2000の戦闘力を総合的に分析したら、最終的にはすごく単純な結論に至ったんだ。実はそのための車を持ってきてるんだ。二人なら口で説明するより車を見ればすぐ理解できるだろう。プロジェクト D 攻略のリーサルウェポンを。な、こんなのがリーサルウェポンだなんて。お前本気で言ってんのか、信彦。なるほどな、わかったぜ。こいつでとことんやるってわけか。この発想はなかったぜ。まったく、つくづく嫌な野郎だぜ。絶対友達になりたくねえわ。よかったな、いとこで。親父、なんだよ、このウサギみたいな変な着ぐるみは。2000お前にやるわ。あれおめえのじゃねえだろ。